野々村誠の広島魅力発見。今週は大竹市で子供に大人気のスポットを調査します。やってきたのは晴海臨海公園。遊具はもちろんテニスコートや夜間照明完備の球技場などもあり、子供から大人まで幅広い人に大人気の総合公園です。いやー、ぐるっと公園を歩いてきたんですけど、広いですね。そうでしょう。南側のスポーツゾーンではテニスやサッカー、ソフトボールなどの球技を楽しめます。北側のファミリーゾーンには子供たちが大喜びのこの大型遊具があります。こんな大きな遊具、子供たちもワクワクしちゃいますよね。しかもすぐ近くにね、商業施設もあるし、帰りにちょっと寄って帰ってお買い物もできちゃうから本当いいですよね。そうですね。駐車場もあるので大竹市街の方のお出かけスポットとしてもおすすめです。みんな楽しんで、やっぱり遊びに来てここ来たいっていう、ここ楽しいか。そう、今日お母さんと来て、あら、お父さんじゃない、あら、かわいい。おじちゃんも遊具みたいなに思われちゃってるね、もう。これは子供たち楽しいや。野々村さん、はい、突然ですが、ここでクエスチョン。本当に突然。この大型遊具、あるものをイメージして作ったんです。そのあるものとは何でしょう。1、お城。2、工場。3、UFO。 UFO？ 広報誌広島市民都市政最新号の一面は壁連山トレイルラン in 朝北、その他お出かけ情報も満載です。郵便局、ご覧の金融機関、イオングループ、夢タウン、夢マートなどでも配布しています。なんだろうな。でもあそこに見えるロボット怪しいな。お、目の付けどころがいいですね。彼はロボボ工場長です。工場長ってことは工場だ。瀬戸内地域で有数の臨海工業地区の大竹市をイメージして設置されたのがこの大型遊具。その名もロボボファクトリー。長い滑り台は子どもたちに大人気。ロボボファクトリーで遊ぶにはまだちょっと早い子どもでも大丈夫。晴海臨海公園には幼児向きの遊び場もあるので家族みんなで楽しめますよ。なるほど、大竹ならではの遊具だったんですね。ということでロボボファクトリーのモチーフは工場でした。テニスコートや球技場の利用には予約が必要です。詳しい情報は大竹市のホームページをチェック。ザ・広島ブランド認定特産品の中から三つ葉ソース3種セットを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は江田島市に潜む極上のグルメを調査します。